エベニーザー・マクバーニー・イエベン・バイアーズは、アメリカ合衆国のソーシャライト、アマチュアゴルファー、実業家。1906年の全米アマチュアゴルフ選手権で優勝している。彼は、1930年代初頭に、水にラジウムを溶解させた、ラディトールという特許薬を服用し、複数の放射線が原因と推定されるガンで死去した、ことで著名となった。実業家であった。 アレグザンダー・バイヤーズの息子として誕生。セントポールズスクールとイエール大学を卒業した。そこでバイヤーズはアスリートとしてまた非常に強いリビドを持っているということで評判だった。全米アマチュアゴルフ選手権に出場しており、1902年と1903年に準優勝を記録した後、1906年にカナダのジョルジュ・リオンを破って優勝を果たしている。 バイヤーズは最終的に父親が創設したジラード・アイアン・カンパニーの会長に就任した。1927年、バイヤーズは寝台車のベッドから落下し腕を負傷した。バイヤーズの腕の痛みは解放に向かうことなく長期間にわたって続くことから医師がウィリアム・ J ・ェイ・エベリーが製造した特許薬であるラディトールを服用することを提案した。 ベイリーはハーバード大学を中退した人物であったが、自身を医学博士であると詐称した上で、内分泌系を刺激すると主張する、ラジウム水溶液である、ラディトールを販売し、成功を収めていた。彼は、処方した分のうち6分の1相当のキックバックを医師に渡していた。バイヤーズは、引き締まった状態になると信じて、1日あたり数回の頻度で服用し始めたものの、 その効果が薄れてきた1930年10月に使用を中止した。しかし、それまでにバイヤーズはラディトールを約1400回も服用していた。彼は体重の減少と頭痛に悩まされるようになり、さらには歯が抜け落ち始めた。1931年には連邦取引委員会はバイヤーズに自身の経験について証言する様に依頼したものの、彼の体は すでに長距離の移動に耐えられる状態になく、委員会は自宅で声明を取るために弁護士を派遣することにした。この弁護士はバイヤーズの状態について、2本の前歯を除く上顎全体、そして下顎のほとんどが失われていた。さらに彼の体の残る骨組織はすべて崩壊しつつあり、実際に頭蓋骨には穴が開いていたと報告している。 1932年3月31日、ニューヨーク市マンハッタンでバイヤーズは死去し、死因は当時の用語で放射線中毒とされた。ただし、この死因は現代における急性放射線症候群を意味せず、実際には癌によるものであった。彼は鉛で裏打ちされた棺の中に入れられ、ペンシルベニア州ピッツバーグのアレゲニー墓地に埋葬された。 バイヤーズの死は広く報道され、放射線を用いた治療法の危険性に対する一般市民の認識を高めることになった。連邦取引委員会は、ベイリーの言っている事業について、ラディトールの効能について、これまで行われた様々な宣伝を取りやめ、加えて、ラディトールが無害であると宣伝することを止める様に命令を発出した。彼は、後に、ニューヨークに、 ラジウム研究所を設立し、放射性、ベルトクリップ、放射性分鎮、水に放射性を持たせることを目的とした手法の販売を行った。1965年に、バイヤーズの墓が掘り起こされた後、マサチューセッツ工科大学の物理学者、ロブリー・ディ・エヴァンスは、バイヤーズが摂取したラジウムは、合計で、約1000マイクロキュリーに達すると推計した。ゴルフをプレイする、 バイヤーズ中期、バイヤーズは、マスターズトーナメントの創設前に死去しており、全英オープンには一度も出場しなかった。またアマチュアゴルファーであったため、全米プロゴルフ選手権に出場することもできなかった。ありがとうございます。